毎度本田圭太撮影事務所の本田圭太です。今回は雑談とちょっと近況報告をさせていただきます。どうぞ。本田圭太撮影事務所の本田圭太です。今回は、ね、ちょっと雑談と、近況報告ですねさせていただきます。今日と明日なんですけども、ちょっとね、高校の文化祭のね撮影を担当させていただいておりまして、ちょっとね内容とかどこのね、場所で撮ってるっていうのは秘密事項になっているのでちょっと言えないんですけれども、もう本当になんかね、ちょっと、なんだろうな、自分が思ってる高校生と全然違うというか、すごい落ち着いてるというか、なんだろうな、すごいしっかりしてるっていう印象ですね。自分がまあ高校の頃と、そう、比較しての話なんですけど、まあ、ね、僕と比較したらみんな真面目かもしれないけどね、どうなんでしょうか。で、そう、で、なんかね、やっぱり高校の中って、なんかその校舎の中で、まあ入るんですけど、そう、中入るっていうこと自体がね、まああんまりとか、まあ普段ないですよね。なんかそこでね、なんかね、そう、撮影してて、ちょっとしたなんかね、違和感じゃないですけど、なんかね、変な感じするなと思って、それないかなと思って、そう、今日、まあ、まあ夕方までそう撮影だったんですけど、まあ半日、昼前ぐらいにね、あ、そういうことかってちょっと気づいて、何かっていうと、まあ、校舎の中に、まあ、高校にね、まあ、女子がいると。そう、これどういうことかっていうと、そう、僕、高校が男子校だったんですよ。なんで、その高校時代に学校の中にこう女子がいるっていうなんかそれを、そういう文化が僕には全然なくて、というか、まあ今まで経験しなかったんで、あ、そこがなんか変な感じというか、違和感的な、あ高校ってなんか こういう感じなんだみたいな、共学ってみたいな、そこにねちょっと気づいて、あ、そこだったんだみたいな。で、やっぱそのね、まあ、男子校だったっていうのもあって、そ、まあ、ここからちょっと僕の話なんですけど、もう本当ね、もう半分以上がね、もうバイク好き、もうっていうかね、もう メカ好きみたいな感じで、そう、まあ、高校の頃はもう半分以上がもうバイク乗りで、もうずっとそうバイクの雑誌見たりとか、ね、パーツカタログ見たりとかして、なんか次は どれ入れるかみたいな、なんかそんな話をねずっとしてた記憶があります。でも学校終わったら、もうね、そのバイク好きたちでこう集まって、なんかね、その部品交換したりとか、なんかその峠行ったりとかしてね、あとはそう、僕出身大阪なんで、海の方行ったりとかね、なんかね、よく走りに行ってましたねっていう感じで、なんかねそう思ったんですよ。なんか高校生、今の子たち落ち着いてるような感じだなっていう、なんかそう、金髪とかピアスとかもいないしまあ今ね、まあ当たり前なのかもしれないですけど、なんかね、そう、なんか派手な子たちもあんまりいず、なんかこう荒れてる雰囲気もなくみたいな感じで、なんかすごい平和だなみたいな、なんか、あ、平和な学校生活ってなんか本当にあるんだなっていう、まあそこもちょっと違和感だったのかな。なんか すごいね、みんながこう落ち着いてなんかいろんなことに取り組んでたんで、ああ、真面目にやってんだなっていうなんかちょっと感想的な感じですけども、そんな感じですね。その高校生もね、車とかねバイクにぜひね興味持ってんのかなーとか、なんかそんなことをなんか考えたりしましたね。ね、なんかね、高校の時代って本当にもうバイクと僕音楽だったんで、もうバイクと音楽ないともうやってらんないというかまあそんな感じだったんで、で、なんかまあバイク好きな子はまあいるんでしょうけど、なんかね、あんま、なんだろうな、まあまあ、いかがしてた、なんか そこまでね、その、モータースポーツというか、なんかね、そういう風なのに、なんか情熱燃やしてそうな雰囲気でもないしみたいな、なんかね、ちょっと質問してみたいですよね。バイク乗ってるとか、なんかね、その辺の質問とか、なんか将来乗りたい車とかあんのみたいなね、なんかそんな話を聞きたいな、みたいなのが、なんか、ちょっとおっさんかもしれないけど、なんかね、そんな質問したいなって思いました。そう、なんかね、そう、すごいもう先生もすごいいい方で、すごいね、丁寧に接してくれるし、あ、なんかやっぱりね、そのお子さんのそのポテンシャルっていうのもあるとは思うんですけど、やっぱ周りの方ですよね、まあ、先生であったりとか、まあね、そのお子さんの、ご両親さんとかもあると思うんですけども、本当にね、すごい、
真面目だなっていう何度も言いますけども、そういうね印象でした。まあね、ちょっと高校の方は、また明日もちょっと撮影なので、まあ、引き続き、一生懸命ね、若い子たちに負けないように、楽しくね、仕事をしたいなと思いますね。まあ、若い子たちにね、夢を与えられるような、そんなね、仕事をしたいなと思っておりますのでね、僕はもう楽しく仕事をしたいなと思ってますので、そのあたりをね、学生さんたちもね、ちょっと傲慢かもしれないですけど、感じてもらえればすごく嬉しいなと思います。写真カメラマンっていう仕事もなんか面白そうだなみたいな興味持ってくれたら最高ですねっていう感じで、あとはね、そう、近況報告で、ちょっと撮影が1件入って、ちょっと来月なんですけれども、サーキットの撮影がちょっと1件入りました。普段ね、そう、ちょっと他社さん同士の名前ちょっと出しちゃって恐縮なんですけれども、普段はね、そう、ゴルデックス本庄モーターパークさんで、オフィシャルで撮影入らせていただいてるんですけど、ちょっと10月ね、まあ、そこも、まあ、ご新規ではなくて、そう、撮らせていただいている会場さんなんですけれども、一応ね、シーロー、あー、ごめんなさい、たんだ、ヒーローしのいサーキットさんでね、撮影をさせていただくことは決まりました。一応ね、来月の、まあ、10月の2日、2022年の10月の2日ですね。で、これもね、K の耐久レースになってまして、それもね、すごい楽しい撮影になっているので、そう、すごい楽しみなんですよ。で、ヒーロー白井サーキットさんって、そう、結構ね、エキサイティングというか、なんかね、結構、もう、勾配もすごいし、すごいね、そう、見応えがあるサーキットさんなので、すごいね、撮影してても楽しいので、来月ね、とても、楽しみでございます。ちょっとね、今日は連絡があったので、そう、撮影ね、ぜひ、入っていただきたいですと、ご依頼いただきましたので、本当にね、皆さんありがとうございます。ね、一生懸命撮らせていただきますし、またね、外、ゴルテックス本庄モーターパークさんとは、ちょっとね、お客さんの層が違ったりとかもするので、その辺もね、そう、同じ軽耐久っていう、そのカテゴリーですけども、そう、そこでもね、やっぱさ、なんだか、その、レースの、なんだろうな、その空気感というかね、それもちょっと変わってくるんで、そう、両者ともでも言えるのは、本当にもう皆さん楽しそうに走られてるので、それをね、まあ、一日の記録として、まあ、私が写真撮らせていただくんですけれども、そのあたりもね、まあ、皆さんが楽しんでる姿っていうのをね、皆さんちょっと共有したりとかして、まあ、よりね、そのモータースポーツの世界っていうのもね、あと人口的に増えたら僕もいいなと思ってますし、まあ、僕自身もやりたいなと思ってますし、まあ、ただやっぱり安全面は本当に気をつけないといけないので、まあ先輩たちとかに、まあ、いろいろ教えてもらって、まあ、安全にね、走る方法を学んでからね、走る必要があるとは思います。という感じで、最近はね、そうそう、サーキットの、そう、撮影が入ったっていうのと、まあ、あと、ちょっとね、高校の撮影で、なんか、すごい真面目で、なんか、ちょっとおじちゃん的には、なんか大丈夫かなみたいな。何が大丈夫かっていうと、あれ、なんか、ね、ストレスとか感じてねえのかなみたいな、なんか発散したくて大丈夫みたいな、なんかね、まあ、うまいことやってるでしょうけどね、今の子たちね。まあ、この発言自体がおっさんくさいけど。まあね、明日も一生懸命撮りたいなと思います。で、明後日は、作品撮りになってまして、ちょっとね、モデルさんと、ヘアメイクの、船越えりかさんと、フローリストの前田さんとですね、作品撮りをしていきます。いやー、もうどんなね、撮影になるかちょっとワクワクしておりますがね、またそれも、もちろんですけども、あと報告させていただきます。どんな写真撮れたよとか、ちょっとね、撮影風景とかも動画撮れたらいいなと思ってはいるんですけれども、またね、そちらの方もお楽しみにお待ちいただければ幸いでございます。まあ、撮れたらね、ちょっとメイキング動画も撮りたいなと思ってるので、よろしくお願いします。本当にね、もう皆さんのおかげですというか、いろんな方に支えていただいて、本田圭太撮影事務所がね、できておりますので、本当にね、皆さんありがとうございます。引き続きね、よろしくお願いします。本当にね、一生懸命撮影させていただきます。ではね、皆さん、良いフォトライフをお過ごしください。本田圭太撮影事務所の本田圭太でした。じゃあね、バイバーイ。ほなねー。